もっと楽しく、もっと簡単な動画編集を実現させた次世代編集ソフト、Filmora 9のチュートリアルへようこそ。Filmora 9を使って動画編集に使える動画テクを一緒に学んでいきましょう。皆さんこんにちは。今回の動画では Filmora 9の分割スクリーンの使い方をご紹介します。分割スクリーンを使うと、画面上で複数の異なる映像を同時に表示できます。種類豊富な分割スクリーンを駆使して、動画をクリエイティブに演出してみましょう。分割表示をクリックして、分割スクリーンのプリセットを表示します。今回は、シンプルな2分割のプリセットを選択します。このプラスボタンをクリックして、タイムラインに分割スクリーンを挿入してください。分割表示のアニメーションを有効にするのチェックマークをオンにすることで、分割スクリーンにこのようなアニメーションを追加することができます。メディアライブラリーにメディアをインポートして、早速編集を始めましょう。使いたいクリップを選択し、プレビュー画面上で再生したい位置にドラッグします。各動画の位置やサイズを調整するには、分割スクリーン画面でクリックします。スライダーを使ってサイズを変更します。ドラッグで動画の位置を調整できます。クリップを他の動画に変更したい場合は、変更したい動画の上に新しい動画をドラッグ&ドロップすると動画を入れ替えられます。スピーカーアイコンをクリックすると、該当のクリップの音声がミュートになります。スピーカーの左の設定マークをクリックすると、分割表示・コード編集画面が開きます。画面左から、メディア、ビデオ、オーディオ、色、そして、モーションのタブにアクセスします。分割スクリーンにある他の動画もここで確認できます。タイムライン上で動画の位置を変更するには、ここのクリップのアイコンをドラッグして上下に動かせます。メディアを入れ替えるには、ドラッグして入れ替えてください。分割表示のメディア持続時間をタイムラインに一致させるのチェックボックスにチェックを入れると、同時に表示するクリップの長さが違う場合、一番長いクリップの長さに合わせて再生時間の短い方のクリップの最後のフレームが表示され、動画の再生時間を統一できます。この動画では、上部にあるクリップはすぐ下の動画よりも再生時間が短いですが、分割表示のメディア持続時間をタイムラインに一致させるのチェックボックスをオフにすると、再生の最後には短い方の動画が表示されている場所には、クリップの再生時間終了後に何も表示されません。以上、分割スクリーンの使い方でした。Filmora動画編集では、動画編集に使えるテクニックを随時配信中。チャンネル登録も忘れないでね。